月曜からこんにちは、月曜レッド奥谷千尋です。僕は今箱根の芦ノ湖にやってまいりました。天気がよろしいですね。新年度一発目のロケということで楽しみながらお届けしていきたいなと思います。以前奥谷くんが箱根神社を紹介してくれましたが、別の場所にも箱根神社があると聞きました。ぜひ取材してほしいです。上登ったところですよね。すぐそこの芦ノ湖のね、芦ノ湖の横の、はい、違います、別の場所もあるんです、まあ、新年一発目なのでそこでご祈願しますか。じゃあすみません、はい、TVK のテレビ神奈川の猫の額ほどワイドという番組なんですけども、はいはいはい、箱根神社上にあるじゃないですか、はいはい、その場所とは違う箱根神社があるって聞いてちょっと探してるんですけど、はい、知ってますか？ご存知ないですか？あ、やっぱり有名なのはそこのね、登ったところが有名ですよね。ご存知ないです。あれれれれれあるのかな。こことはもう全く別の場所にある箱根神社。そんなこと知らない。知らないですか？ちなみに地元の方ですか？そうです。ほら、地元の方が言ってるんだからないんですよ。箱根神社って知ってます？あ、そっちじゃなくて、そっちのじゃなくてもう一個の方あります。わかった。前僕があのパン祭りでお邪魔したパン屋さん行きます。あ、マジ近いんですか？もうすぐそこですよ。これくらいの箱根パンにとても良かったです。僕のギャグを褒めてくれた優しい店長がいるベーカリー&テーブル箱根さんを訪ねてみることにしました。あ、ゴミ店長いらっしゃいますよ。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。もしかして箱根神社あるじゃないですか、はい、そことはまた別に箱根神社があるというのを、はい、まあ、ちょっと聞きまして、はい、また箱根の地にやってきたんですけど、はい、ご存知ですか？箱根園の奥にある神社ですかね、はい、もう少し奥入った山の中です。山の中、はい、ちょっと有力な情報を得ましたね。箱根神社ないかと思ったんですけども、ゴミさんに、ゴミ店長に聞いてあるということをお聞きしたので、すいません、お忙しい中ありがとうございます。ということで、箱根の中にある駒ヶ岳ロープウェイに乗って山の上を目指します。大きい、大きいね、すごい、電車みたいな、吊り革もあります、かわいい。動いた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 。芦ノ湖とかいろいろ見えるんですけど、こんなに広大な地だったんだっていうのが分かりますよね。富士山じゃないですか？富士山の頭見えますか？雪化粧で彩られてるのが見えますけども、間もなく1327メートル。高い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 。さあやってまいりました。お、あれじゃない？絶対神社ですよね。てかすっごくない？ここ山頂とは思えないほど見渡しのいい大地が広がってるんですけども、その大地の中心に頂上に佇む神社、行ってこよう。おお、すごい、行ったことないですけどモンゴルみたい。よし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 、取れましたよ。山にいる神様にね、感動してここにね神社を開いて、なんか祭り事をしたと書いてあります。駒ヶ岳の山頂にある箱根元宮は、箱根神社の奥宮として1964年に再建されました。駒ヶ岳をはじめとする箱根山は
古来より山岳信仰が行われていた神聖な場所なんです。真っ赤な拝殿がありますけど、映えますよやっぱり。うん、かっこいい。新年一発目なので、初めて猫ひたをご覧になられる方、そしてずっとね応援してくださってる方々にもっとねいろんな情報をお届けして、楽しい毎日をね過ごしていただけたらなと思い、そんな思いを込めてね今ちょっとね手を合わせていただきました。今年こそ山頂登るぞ、猫ひた登山部部長奥谷千尋。やまびこが声が返ってきました。届いてくれてるといいな。今スタジオにいる細貝さんとか、なんかありますか？いや、Kさんはもう僕が初舞台とかそういう頃、その頃からずっとねお世話になってる大先輩なので、まさか毎週月曜日にレギュラーで一緒になれるなんてちょっと感慨深いものがありまして、真面目に MC をやっている K さんをね見たら多分僕笑っちゃうかもしれないですよね。思うがまま思うがまま頑張ってほしいなって。まあ、ただ苦手なものをやらされる傾向があるので気をつけてください。ちなみに奥谷君は何が苦手なんですか？いや、言ったらほら、言ったら、おお見ました、今見ました、これ、こういう、もうこれアンケートだと思ってこういう受け答えした方がいいです。とりあえず今日は一発ギャグやっときましょうか。いやいや、ほらほら、こうなるじゃん、もうダメ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 なの。もう一つの箱根神社を発見することできましたし、いい景色見ることができましたし、富士山も見れましたし、いい写真撮れましたしね。以上、月曜レッド奥谷千尋でした。ちょっと待ってください。何ですか？今日はヘリコプターに乗って上空から絶景をお届けしてください。え、これから？え、は、え、ヘリコプター乗るんですか？初コプター、初ヘリコプター、初コプター。こちらにお願いします。失礼します。うわー、すごー。駒ヶ岳山頂から今 JA200B 出発します。うわー、と飛び立った。 JA200B 今飛び立ちました。おっと、すごい先輩だ。おー、これが宙を飛ぶという感覚なのでしょうか。おーっと、急に曲がった。すごい感覚、すごい感覚。目の前、まるでおもちゃのように見えるこのお寺、箱根神社が見えますけども、わー、壮大な景色が広がっております。上空からは芦ノ湖を一望できます。そして雪化粧した富士山もしっかり見えました。おーすごい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 、落ちそう、落ちそう、落ちる。遊覧船もミニチュアのようです。本当に贅沢な時間でした。初ヘリコプター最高でしたね。楽しかった。山頂からフライトができるのはここが唯一らしいので、すごい貴重なね経験ができますよ。もう一つの箱根神社というのは駒ヶ岳の山頂にある箱根元積宮でしたね。素敵な場所でしたね。神秘的というかね。今後ろにあるのがね、こちら湖畔の一本桜といって大島桜なんですけども、この大きさ分かります？すっごい大きいじゃないですか。これが4月の15日くらいに満開という予想がされているので、これからね、感染対策して、これから暖かくなってきますので、ぜひぜひ味わってみてください。ということで、以上月曜レッド奥谷千尋でした。ありがとうございます。